はい、おはようございます。今お送りしておりますのはニュルイリメンバー。今日はこの空気でお送りしたいと思います。このままお付き合いいただきますようお願いいたします。今日はですね、前回の続きとして時の老人違いますね、時の賢者様を探す物語となっております。これからどの時代に行けばいいのか分かりませんけど、多分その目の前にいる人が時の賢者様だと思うのですが、しらばっくれて全然分かりません。この先どうしたらいいのかちょっと分かりませんので、うろうろすることが多くなると思いますが、よかったら見ていってください。それでは始めますこんな空気でこの人やと思うんやけどな。幸せですなって。あと賢者ってボッシュがおるから、ボッシュのところ行ってみたらいいんかな。ちょっとボッシュのところ、あ、お、おい、お、お、おい、おい、はい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 、イベント始まった。これを持っていきなさい。なんだろう、お、なんかのかけら。これは卵ですか。卵か。それはクロノトリガー。あー、タイトル回収。ここで時の卵だ。その卵を返す方法はあの時の翼を作った男に聞きな。え、翼を作った男。あ、コピーされてるから聞けるんかな、ちゃんと。ただしうまくいくとは限らない。だが結果のために行動するわけじゃあるまい。そうだな、行動はするから結果がついてくる。そのはずじゃ。なんともズバリとこう胸に突き刺さる言葉です。本当に私にね、今の私に。そいつを忘れんことじゃな。お前さんたちのニュルイを思う気持ちがあれば。あるいはニュルイリメンバーってこの人が流しとったから、やっぱこの人が話すと消えちゃうんかな今は何も聞こえないけど。じゃあもしかしてあなたが時の賢者ハッシュそう言われたこともあるような気もするよ。遥か昔にな、クロノトリガーを手に入れた。タイトルを手に入れました。ここでついに。もうだいぶ後半なのかな、やっぱり。それはクロノトリガー、はい。ガッシュに聞きなさいってことやね。じゃあ未来に、シルバードに乗って未来に行きます。さあ未来に行ってヌーのガッシュのコピーに会いに行きます。未来は、はい、未来ここかな。ここに行ったら死んじゃうからこっちやね。未来行くぞガッシュ、今からイベントを起こしに行く。発進シルバードって、あれまだ、あ、いけー。毎回毎回このセリフみたいなの言わないかんねん、これ。シュッシュブルーン。今回はそれ見れんのか。さあ着いた。どこやったかな、未来をこうやって。あれ、なんでこれ海底神殿どこにでもあるんだ。ほなちょっと待って、今イベント進めてるから。こっちやったっけな。あ、違う違う、今の場所でいいんだ。ここだ、篠山のところに出てきてるんだね。関係あんのかな、あの場所があるって。監視者のドーム、ここ。ここの奥にヌーがおって、ヌーの頭の中にコピーされてるからな、ガッシュの記憶が。よし、あ、なんかある、マジックカプセル。これで2個目かな。ちょっと使っとこうかな、今のうちに。よし、じゃあヌーさんに話しかけてみよう。パチ。篠山は人を生き返らせる力を持っておる。ただし力を引き出すには本当にその人が大切で必要ではならない存在であること。それにはその人そっくりの人形が必要じゃ。そっくりの人形ならば卵は帰るじゃろう。ドッペルの人形、ノルシュテイン・ベッケラーというマジさんさえいればすぐに作ってしまうのにの。え、ベッケラーを知らないのか。あいつはお祭りが好きでの、そこに行けば会えるはずじゃが。あいつか。俺がずっと不思議になっとった、なんだっけ、見せ物小屋のやつか。ちょっとじゃあ行ってみるか。現代やったな。違う、これ三角じゃない、四角ボタンや。よう忘れるなこれ、四角ボタンで。現代来た、はい。千年、千年祭にゴーっていうことはポイントいっぱいまた貯めないかんのかな、あそこのお祭りが好きでなって。あれ男だ。あ、
ここ絶対固定なんだ。あ、ついでにさ、ちょっとボッシュに会いに行ってみようかな。もしかしたらボッシュもなんかイベントが始まるかもしれない。なんか教えてくれるかもしれない。おるかな、そもそも。あ、おった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 。空に浮かぶ黒の夢、魔族が作ったものではなく、ましてや人間が作ったものでもない。あれは一体。あれ、海底神殿じゃなくて黒の夢っていうの？音楽は黒の夢って知っとったけど。あれ行っていいもんなんやろか。これ飛空艇じゃなくてシルバードで行けるよね。ねえ、行けるよね。ちょっと待って、今他のイベントやってるからさ、脱線したくないんだよね。あ、これは取ったよね。取ったよね。うん、どこに行ったらいいんだろう。あ、ここじゃなくてもうちょっと上。なんだここ。何ここ、なんか変な場所見つけた。まあいいや、今は関係ないから。今これあれ現在だよね。おかしいぞ、場所が分からん。どうだって左上の方に行ったらあるかな。あ、あったあったあった、これや。よし、着いた。んで、ここのお祭りが好きだなって言ったから、ここだな。ポイント集めないかんのかな。ちょっとポイント集めないといけないんやったら、もうあいつしばき回さないかんな。多分一発で倒せるやろうから。よし、じゃあこいつにお話を聞いてみよう。はい。あ、やっぱそうやん。ノルシュタリン・ベッケラー、こいつがドッペル。実験小屋へ。今から世にも恐ろしいショーが始まる。ん？何も教えてくんないの？2類のドッペル人形が欲しい？本人しかダメなんだが、今日は特別さ。シルバーポイント40だ。ミスしても人形はあげよう。でもお金はもらうからね。どれだけ長く続いたかでも料金も変わるからな。ドッペル40あるかな。ポイント足りないよ。ですよねー。ちょっとポイント貯めるか。じゃああいつしばき回してこよう。パワーアップしとってポイントがいっぱいもらえるようになってるとかないかな。しかしボッシュ、あ、ボッシュがペンダント欲しがってたのは昔のあれと一緒なのか。なるほど、話がやっとつながったわ。じゃあしばき回します、こいつ。あ、俺に勝ったらじゅカコン。よし、オッケー。はい、オッケー。じゃあこれで終わったし、ドッペルのところに何かしに行こうかな。失敗してもくれるって言ったからな。イベント用やから多分簡単にしてやるんやろね。あれの攻略法みたいなのないんかな。でも何がもらえるかもわからんしな。もう別に、でも最初の方にもらえるやつやったらもういらんやろ。せいぜい白銀の剣ぐらいやろ。白銀剣懐かしいな。あれが欲しくてめっちゃお金貯めたんやけどな。もうすでに斬馬刀すらいらんくなったからな。でもその黒野ももう今はおらんから、今から助けに行かないか、死の山まで。でもそのためには人形が必要だって。頼みます。 OK。 じゃあ40ポイントで二類人形ください。うん、40ポイント払います。はい、ドッペル、全身の分身の真似をしろ。あ、またこれかよ。丸がびっくりな。丸がびっくり、四角が笑い。 OK。 丸がびっくり、四角が笑い。あ、ほんとや、二類とヒュッとなったら音がする。はい、 OK。 笑う。やばいな、ちょっと集中しようかな。左手、はい、左手。オッケー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 、今のところ大丈夫。笑う、四角、丸がびっくり、丸がびっくり、笑う。はい、お、なかなか続いてるんじゃ今回。びっくり、はい、丸、笑う。はい、四角。え、なんで3万ゴールドもらうよ。これリセしていい？嘘でしょ？このドッペル人形を二類の家に送っておくよ。ちょっと待って、俺今四角押したよ。あ、時間制限なのかな。今俺四角押したもん。絶対丸押してない、押してない、絶対押してない。遅かったかな。うわ、お金すめっちゃごっそり持っていかれたな。長く続けばお金も減る量が軽減されるのかな。うわ、ひどいな。とんだぼったくりだぜ。くそ、人の足元見やがって。どこだったっけ自分ち。ここじゃないな、こっちだったっけ。民家、違う、黒の二類の家っていうのがあるはずなんやけど、どこだろう。二類の家、トルース、あれあれ、二類、あ、あったあった、ここか。自分ちまで忘れてしまった。それはまんまりね、帰ってこんしな。なんか帰ってくる必要ないしね。あ、猫だ。今日はいちごの、いちごのなんだろう、いちご、いちご詰めかな。お母さんがいないね。あ、人形そこあるよ。あら、いらっしゃい。
二類は元気？ええ元気に、元気にやっています。そう、あんまり元気すぎてあなたたちに迷惑かけなきゃいいけど、二類にも言っておいてね、あんまり迷惑かけるんじゃないよって。次男おばさん。はい。おばさん、この二類の人形を借りていきます。どうぞ。あ、もう話しかけられなくなっちゃった。猫の餌 0g、 なんだろうこれ。猫の餌なんだ、何猫の餌って。 0g、 猫の餌もう何日もやってないんじゃないの。ドッペル人形を手に入れた。あ、もう話しかけられないね。ちょっとお母さんめっちゃ病んでるね。気をつけていってらっしゃい。行ってきます。お母さん、絶対二類は助けてくるから。猫餌食ってないのに元気なんやね。 0g ってかわいそう。どうやってでも猫の餌を手に入れるかわからんから、ごめんな。さあ、じゃあ篠山に行くぞ。その前になんかいろんなことやりたいんやけどな。どうしようかな。まあいいや、先に進もう。未来かな。うん、未来で篠山ガッシュのところにもう一回持っていけばいい。違う、どうすりゃいいって言ったっけ。ちょっと探索します。てーてれりーてーれれどこだっけな。あいつのところに行ってちょっと見てみようかな。あ、あ、お、なんだここ。ことに工場がある。うわ、めっちゃ気になるな。ちょっとじゃあ一回話聞きに行ってみよう。ガッシュさん来ましたよ。はい、起きてください。パチン。篠山は人を生き返らせる力を持っている。ただしその力を引き出すには本当の人が大切で必要ではなくてはならない存在こと、それそっくりな人形が必要になる場合頼む。よし、これでいけるかな。あ、よし、うん、よいじゃろう。篠山がお前たちを受け入れる時が来たようじゃの。大切な仲間を生き返らせる最後のチャンスじゃ。私がこの物体に入力した本当に最後のプログラムはお前たちをあの山へ導くサポートなのじゃ。ちょっと下がってなさい。なんかしてくれるんかな。お、なんかまだ奥にある。シルバードの最後のパーツがあるとか。なんだろう。うわ、なんだ。人形を持ってきてくれた。ん？プログラム遂行開始。あれ？ヌーさんどこ行った？あ、どっか行っちゃった。あーなー、どうしたん。プログラム遂行開始。なんだこれ。え、ヌーさん、ヌーさんはどうなったの。3匹目。何この、なんだっけ、スペッキオの分身みたいなの。あ、閉じた。今旅立った3つの分身がお前たちを死の山から守ってくれるじゃろう。わしからのメッセージはこれで全てじゃ。最後に鬼返してもよいかな。うん、この物体のプログラムこれで終わりじゃ。こいつを休ませてやってくれ。電源スイッチはお腹についている。なんか消したくないな。選択肢があるのか。なんか気になるな。休ませてやってくれって言われたから、やっぱ押した方がいいのかな。押す。これでもう二度とガッシュと会えないのかな。この物体には時間が流れてないようだ。あー、もう二度とこれで目覚めないのかな。あー、なんかちょっと分岐点みたいなのがありそうだったから、いい家にした方がなんかイベントとかあるかもしれんけど、まあ今はこれでいいか。よし、篠山に着いた。これで何度目だろう。2度目かな、ここに来るのは。風の弱いうちに前に進み、強くなったら木の陰に隠れろ。おーい、飛ばされたぞ。木の陰に隠れろね、わかった。よし、着いた。これで何度目だろう。3度目だろうか。木の陰に隠れろ。木の陰、木の陰ないぞ。木の陰どこだ、木の陰どこだ。おい、よし、着いた。これで何度目だろう。これで4度目だろうか。木の陰を探してそこに隠れろって言われたけど、木の陰がないんだが。よし、着いた。これで何度目だろう。木の陰に隠れろって言われたけど、木の陰がないんだが、どこに隠れればいいんだろうか。ここでいいんだろうか。とりあえず、あ、流されるんかい。ここもダメ。どこだ、どこだったらいいの。よし、着いた。これで何度目だろうか。もう5度目、6度目のような気がするけど、木の陰に隠れろって言われても、どこなんだよ木の陰って。よし、着いた。どこに隠れればいいのだろうか、わからない。もう何度目、ここ7度目かな。木の陰に隠れろって言われたって、木の陰がないんだよ。だって、よし、着いた。今度は何度目かわからん。もう一回ヒントを聞いてみよう。風の弱いうちに前に進み、強くなったら木の陰に隠れろ。あ、お、流されない、流されないぞ。なんでだ。こいつに話したらうちは流されないのか。
おし、おき、あ、こいつが気になるんかよ。なんじゃそりゃ。じゃあこれ何回言っても意味なかったんだ。あいつが気になるんだ。どうやってやるか分かんなかったぞ。木の陰に隠れろ。なんでぴったりくっついてないとダメなのか。くそ。よし、着いた。ここで何度目だろうか。もう5度目ぐらいだろうか。いや、もう10回ぐらいは行ったと思う。よし、これで1回はセーフ。あいつに話しかけたことによってあいつが木になったから、これで進める。で、次の木に行かないといけないのだけど、ちゃんと後ろの陰に隠れられるか。隠れられない、隠れられない、隠れられない。難しい、これはむずい。さあ、着いた。もう何度目だろうか。もう隠れるのじゃないや、もう数えるのも嫌になってきた。でも少しだけコツをつかんだ。ダッシュをしなければ前に進まないから、ダッシュを使わないで木の陰に隠れる。左右だけで方向を定めて、よし、これでもいいんだ、これでもセーフなんだ。結構ガバガバだな。そのガバガバなのを何回も失敗しとったんやけどな。よし、今度はいける、今度はいける、今度はいけた、やっといけた。ここを突破したらもういいかな。よし、やっと男女にたどり着いたぞ。さあ、進むか。敵と戦わないとダメかな、これは。どんどん戦っていこう。ルッカがちゃんと技を覚えてくれないといけないかな。よし、吸い取られまくったぞ。吸い取られまくった。足が、行くぞ、一発。これで多分一発でガンガン死ぬ。どうだ、オッケー、これで一発か。技ポイントは32技ポイントからくれん。24か。まあ美味しいよね、これでも十分。あそこに宝箱があるな。どうやって行くんやろ。左からはしごがあった。あ、ここにもある。マジックリング。まあまあいいんじゃないですか。あれは、なんか、行ける場所があるな。はしごというか、なんか、なんて言うんだろう、ああいうの。こっちはなんだろう。別に行かんでいいね。じゃあこっちはスルーで、こうい、あ、スルーじゃダメ？あ、あそこに登る部分があるな。じゃあこいつらの隙間を通って。ちょっと待って、これ行けるか？え、なんでそれダメだ。ダメなの？まあ、アイスガード一発やから別にいいけどさ。その前に食われるんやね、絶対。必ず一回食われるんやね。もう一回、もうちょ、もうちょ、うん、はい、あいつが、あいつに攻撃される前にあいつがする。これで16技ポイントだ。おいしい。オッケー。さあ、16技ポイント、まだ覚えんね。ルッカがそろそろ技を覚えない。ファイガーを覚えたら多分相当変わるやんと思うけど、ちょっと燃費が悪いな。シルバーピアス本当に外しときゃよかった。まさかね、二塁が死ぬなんて思わんかったからね、あの時は。だからシルバーピアス外すも外さんもね。いや、あそこ、あのね、死ぬのは大体分かってたんだよ、正直。大体分かってたけど、あそこで死ぬとは思わないよね、絶対に。どこで死ぬかなんて分かんないからさ、事前にエイラがここで抜けるよみたいなのも分からんかったしさ。あれは絶対無理やろ。これ通れるかな。ここだ。無理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 。うわ、なんか死神来た。こいつ魔法効くんかな。なんかそろそろ意地悪な敵がおりそうやけどね。魔法が効く中に魔法が効かない、攻撃しか効かないやつがおりそう。大丈夫、ルッカは HP がいっぱいある。でも防御力が弱い。あいつが間に合ったか。 OK、 大丈夫かな。こいつ名前なんて言うんやろ。マカーバ。よし、効いたね。一発かな。一発じゃない。ちょっと待って、一発じゃないんだ。いててててててて、え、どれぐらい食らった今。結構食らったな。どうだ。あ、よし、あいつはアイスガクプラス一発、32技のコメント。よし、美味しいね。まだ覚えないか。ルッカの次の技、確かプロテクトやったな。ちょっと回復しないとまずい。ロボットに魔力ってあるのかな。マジックカプセルがロボに使えるんやったら魔力あるよね、そりゃ。あ、ここ通れるんだ。あ、セーブポイントあるよ。これ偽物じゃないね。ちょっと疑い、本当に疑い深くなった。バリアリング、これは確か魔法防御力が上がるっていう。あ、どっちだろう。右下になんかあるかな。こっちには行く場所はないかな。あ、でもなんかキラキラ光ってるところがある。あれはどうやって行くんだろう。迂回していくのかな、この洞窟で。多分行けないよね、右下からじゃ。こうやって上から登るとかないよね。セーブしていった方がいいのかな。ボスとかおったら怖いよね。こっちに行ってみましょう。よし、ここだ。あ、お化け出てきた。ルッカの攻撃で倒せるかな。マールよりは攻撃力マシやけどね。とりあえずアイスガを一発食らわして、ロボでパンチ食らわして、ルッカで倒せるかどうか。マジックカプセル使ってないか、まだ。よしけ、パンチ。とりあえず一匹で、ルッカで倒せるか。クリティカル。よし、オッケー、ナイスルッカ。16技ポイントない、しょぼいな。技覚えんな、まだ。もうあとルッカの技とエレキアタックだけなんやけどね。あー、でもなんか全部技覚えたら他、おお、なんやあいつ、でっかいな。
ちっちゃいラボスか、これ。え、戦わないとダメなのこれ。プチラボス。え、大丈夫？倒せる？これミサイル、おお、ミサイル飛ばしてきたよ。強いかな。うわ、強いよ。ちょ、待って、えらい強いな。ちょっと待って、ヘイストロボ、やばい、これちょっとチンタラしちゃった、マジ死ぬぞ。ヒールビーム、やたら痛いな、あれ。催眠音波とか意味ない。あれ、ちょっと待って、2箇所攻撃する場所があるぞ。どうしたらいいんだこれ。ナパームボーム、ナパームボーム食らうかな。ちょっと待って、反撃が来るかどうかわからんのに、こんな危ない時に攻撃してしまった。大丈夫？反撃。あ、上は効かない。え、プチラボスニードル。あー、やべ、空に攻撃しちゃダメなんだ。まずい、もう一発これ来たら死ぬぞ。うわ、なんてこったい、死んじゃった。わ、ロボ死ぬ。大丈夫、オッケー。ヒールビーム、あ、ちょっと待って、ヒールビームする前に、アテナの水、大丈夫、アテナの水。あ、死んじゃった。ちょっと待って、KRビーム、はい。ロボ死ぬなよ、絶対。お前が死んだらもう元も子もないぞ。乱れ吹雪、大丈夫、混乱しない。あ、いかやばい、空に攻撃したら終わるぞ。反撃はなしか。ちょ、起こして。あ、やばい、正気を持ってくれロボ。244、あと一発も耐えれん。キャルビン、オッケー。あと混乱が来なければ大丈夫。持つか。もう一回キャルビームしとこうか。一応ペーストしとってよかった。で、アテナの水でマーロを復活させる。これは痛くないから、そこまで痛くないから大丈夫。あ、結構痛いな。あのニードルがめちゃくちゃ痛いからね。アテナの水、眠り大丈夫か。寝るな、ロボットやから寝ない、寝ない、寝るんかい。やばい、乱れ吹雪、混乱、大丈夫。48、あ、でも起きちゃった。じゃあこれでアテナの水で起こして、ミサイル来ないで。うわ、このタイミングでミサイル来るか。やばいな。ケアルビーム持つかな。持つか。300、384、2回よし、乱れ吹雪が来んかったな。で、次でアテナの水使えるか。ちょっとミサイル来てからにしようかな、怖いな。ケアルビーム、ミサイル来てから。あー、眠り来た、欲しいなこれ。状態異常もちょっと、あ、大丈夫、ミサイル来てからな。ミサイル来んのか。まだ乱れ吹雪、混乱、もう使うか。アテナの水、よし、オッケー。この隙にアテナの水を使ってマールを復活させる。そしてマールで、あ、ペーストって切れるので、なんでこのタイミングでミサイル来んの。ちょっとタイミング良すぎんか。ケアルビーム、これダメかもしれん。ダメかこれ。アテナの水、大丈夫、アテナの水、これで今回で使おう。アテナの水、アテナの水、頼む、間に合ってくれ。ルッカ、生きてくれ、頼む。どっちだ、よし、大丈夫、そっち。寝るか、寝ない、オッケー。こんなんどっち？あー、嘘、死んだんじゃ？あ、大丈夫。でも死んでないけど、ヒールビーム。あー、でもミサイル来たらまずいな。いけるかな？ヒールビームで混乱も回復してくれんかな？無理か。あー、ここでミサイル来るかー。マール死ぬよねー。こいつこんなに強いんだ。ちょっと本当にまずいぞ。帰らせてもすぐ死んじゃうんだったら意味ない、本当に。マールがアレイズ持ってるからな、マールが生き残ってるんだったらよかったんやけどね。さっきの行動で失敗したな。眠るなよ、オッケー。キャルビーム、ちょっと頼むぞ。あば、乱れ吹雪、混乱しないでよ。よし、オッケー。なんか耐性できてきてんのかな。あれ、あ、積んだ、積んだな。プロテクトボールとかでどうにかならんかな。一人で倒せたりせんかな。キアルビーム、
プロテクトボール使ったことによって防御力が上がらない、変わらない。 MP が持たんぞ。一人で倒せるとは思わんしな。なんかでも耐性ができてるのかわかんないけど眠らないし混乱しなくなったな。てた、早速寝た。関係ないか、確率か。やばいな、やっぱプチでもラボスなだけはあるな、強いな。くそー、めっちゃ悔しい。あー終わったかな。どっからだ。182。あ、これはあれなんだ、物理攻撃なんだ。ペアルビーム。しかしこれもう持たんぞ。もう半分諦めモードになってる。半分というよりももうほとんど諦めモードになってる。だってもう行動自体もね。あ、しかもバリアボールも切れちゃったし、これで寝たらもう確実に終わりやろ。あ、寝らんね。踏ん張ってくれるけどもうダメだ、もう持たない。くそ、あそこでセーブしとくべきやったな。こんなところでこんな強敵が出るとは思わんかった。あー混乱したね。あー、しかも空に攻撃するんだね。あそこでルッカがサークルボムをしちゃったから、サークルボムだったっけ、なんとかボムをしちゃったから、それが引き金になって死んじゃったな。あー終わった、強かったな。でもまあ死の山の前でセーブしてるからすぐにここまで戻ってくるよ。お眠り炉を。